劇作家の茂信です。演出家の土井です。よろしくお願いします。お願いします。はい。演技を褒めて褒めて褒めまくるということで、えー、競争の番人第一話行きたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。新ドラマですね。こちらも拡大スペシャルで。う,でね、うん。なかなかあのなんていうんですかね、カーチェイスあり、アクションありっていう感じのねドラマでしたね。はい。そしてこんなに弱い部署が存在するんだ。<laughs> <laughs> 検査を拒否されちゃうっていう。どうしようって大倉さん困っちゃって。ましたね <laughs> 未だえ7分のところはい。えー、でまあいろんなあのー、まあ現状でねここに来ることになったアンさんが、はい、あの小池さんとのこう紹介や説明を受けるとことがあって。 小池さん、うまいですね、杏さんもうまいし、うん、あの自然な流れの中でねあのちゃんと行動をしながら説明をしているし、ダメだ、ダメだよっていうキャラクターも入っているし、うんうん、で、すばしこういう会話もしているし、すばしお芝居だったと思いますね。うんうん、そう一番難易度が高いところですよね、序盤。シリーズ自体の序盤だし、<あ>一話自体の序盤でもあるしっていうところですよね。公正、ね、取引委員会って 聞いたことあるけどどんな人たちなのかとかどんなことしてるんだろうってちょっとわからない部分もね、うん、すごくあると思うのでなかなかねちょっとねこんな人たちがいたんだみたいなところがねちょっと明らかになってくるっていうところでしたねはいはいで次が24分、はい、坂口さんとアンさんがこうド,レスドレスを着てのあのところ、はい、<laughs> あのー <laughs> はいね、坂口さんの実はっていうなんかこういろんな事件解決に向けてうん あのー、まっすぐにシンプルに行動していたんだっていう。うん、あ、あの、わかるっていうところなんですけども。うん、ここも綺麗な交流がある、素晴らしい演技だったと思いましたね。うん、あ、よかった。ですね。まあ、私坂口さんに迷いがないからね。うん、<laughs> そうそう、ね、<laughs> <ー>ぐいぐいこう進んでいくというか、推進力のある。うでしたね。うんうん、はい。はい、で、えー、三十五分。 来ましたよ今回の多分メインイベントじゃないですか、ね、いやそうですね <laughs> あの坂口さんと山本さんのこう、はい、挨拶しようよっていうところから、うん、<laughs> の緊張感の高いの駆け引きのある、うん、あのいい ね、会話でしたね、こうやっていましたね。うん、で、少しでもちょっとずつこう、<laughs> そうですね。ウントじゃないけど、うん、もう相手よりもちょっとでも上に有利にっていうエネルギーが働くいい演技だったと思いますね。うん、ねなんとかこう尻尾を掴もうとする側と、尻尾を出さないようにする側の、ね、攻防でしたね。見応えあるすごくいい攻防でしたね。はい。はい。で、えー、次が51分。はい。 坂口さんとアンさんとのあのー、ね、ふだんなみんなが皆さんがいるあの場所での、うん、オフィスでの2人でのところなんですけど、うん、ここもね、やっぱり強い信念のある、あのー、強い働きかけになってましたよね、うん、相手の,、うん、あの非常にいい演技だったと思いましたね。うん、<ー>うんそうですね。よかったですね。いはい。で、えー、うん、60。 2>, 2分拡大してるんで62分。坂口さんのパソコンをね、川から持ち出すところ、うん、<laughs> 多分もう極寒だっただろうね。いや、そうでしょうね。<laughs> <laughs> いや、そうでしょうね。<ー>なんか、ああいうのもね、うん、だって結局、あのー、 探した方がいいものではなく彼にとってこの組織にとって探さなければならないものになっているっていうのが非常に良かったですよね。うん、あののっぴきならない状態で、うん、あの危険度が高く、うん、でそれをどうにかしようとあがいている坂口さんっていう、うん、そこの演技が素晴らしかったと思いましたね。いや、そうですね。うん、いや、本当にね、そうアクションたっぷりでっていう感じだったですね。うん、なんかもっとこう、いやまあ、 地味な仕事かと思ってたら結構激しい、はい、まあそのドラムの脚色でしょうけどあああそうすね,ねまあ川ン飛び込んだりは多分しないと思うんですけども<あ>そうでもねすごく面白かったですねもうアンさん終始ぶん殴ってたりしたもんね <laughs> <laughs> 走るし投げ飛ばし <laughs> 取,り取り押さえそうですね <laughs> ねなんかそうアンさんがそういう担当っていうのなんかちょっと面白い面白いね <laughs> <laughs> いや面白いですね。し、なんかこうね、ちょっと今回は悪い小日向さんが <laughs> 出てたね。あいや、そうですね。いや、今回ちょっとね。変使の顔をした悪魔ですよ。いや、そうですね。<laughs> <laughs> めちゃくちゃ怖い人ですよ。いや、そうですね。ちょっと敵もなかなか強そうな、ね、そうですよ方たちが出てくるっていうところでしたね。いいやー。 これね,やね、どういうふうに、なんかちょっとやっぱり一筋などいかなそうなところですから、うねね、どう相手を上回り逆転していくのかっていうのもなかなか楽しみですね。いや、あの山本さんの、はい、ちょっとボロを出したんだけど、うん、別にっていう感じがもう最高だな。<laughs> いや、そうですね。いややっぱりもう、ね、そう、ね、簡単には勝てないですね。いや、そうだね。<laughs> だからは、っていう。<laughs> はい、っていう。 1>, 1話のボスが強いっていうね。しかも1話で終わらないっていうね、ところですよね。<ー>いや、なかなかね。いや、どう戦っていくのかっていうのもね、すごく楽しみですね。<ー>はい。というわけで、競争の番人の第1話でございました。ありがとうございました。ありがとうございます。 はいこの動画は少しでもいいなと思った方は、チャンネル登録、グッドボタン、コメントなどなどしていただければと思います。えー、お気に入りのシーンだったり、えー、お気に入りの俳優さんだったり、ぜひ教えていただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。